奥田さん、今日は撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日の動画もまあいい感じだったんじゃないかなと。いや、かなりね、これから上がるんですけども、新たなそのゲストの一面を入れたんじゃないかと思いますね。大事なもん忘れてないかな、はい、オープニング動画、はい、なんか動画が始まる前にだいたい普通の YouTuber の人はだいたいオープニングでなんかチャンネル説明みたいな動画が流れるもんなんですよ、はい、あれないよね。ないんですよ。あれはそう、まずくない？だいぶまずいんじゃないか。まずくはないだろうけど、まあ、でも、まずいまずいまずい。いや、今だけだって、もうこれからだって、もう奥園さんもね、はい、YouTuber としてやっていくだから、ちょっとああいう動画もね、ちょっとあった方がいいと思うんですけどね。なんかもう、あの一瞬で、そうだね、あの人となりが分かるような動画ね、最初のオープニング動画みたいな、欲しい。なんか、具体的にはこんな感じにしたいみたいなのと、これなんかないっすか、なんか。やっぱね、あの元気に、明るく元気に、なんか陽気に、あ、さあ始まるぞみたいな感じで、行きたいですね。で、俺のやっぱり、オープニング曲といえばもう僕の代表作キャンディハニーベイビーに乗せて作れたらなと思ってるんで、作りたいですね、マジで。欲しい、作れたね。わー、だから作ろうよって話は今してるんだけどね。してるんだけどね、はい、どうすればいい。いやいや、あれはもうちょっとあった方がいいから、ちょっと早急に作りましょうね、うん、作る、うんうん、お願いします。ちょっと、うん、じゃあお願いする？お願いしましょうか。じゃあカメラに向かってお願いして。作ってくれる方募集していいの？これ募集じゃないじゃん。募集じゃないな。募集じゃなくてその私はね、その、はい、奥園くんのね、ちょっと熱意が聞きたいわけだよ。わかりました。ちょっとお願いしますよ。ちょっと屈折20年、音楽活動してまいりました。ここからさらにですね、新たに YouTube を盛り上げて頑張っていこうと思いますので、ぜひオープニング動画撮ってください。よろしくお願いします。